かかとが立って回転しているか、前足もしっかり回転しているか、これを見ます。でこの帯と骨盤がしっかり回っているんですね。基本現場全部こうして見ます。で移動言語の時はこの手首から先、足首から先を見ます。前蹴りの時はしっかり中足が返って蹴れてるか、蹴れてるかで膝蹴りの時はしっかりこの足がこうなってるんじゃなくてこうなってる、 A 型に入ってるか。で横蹴りは必ず側頭が作れてるかを見ます、はい、これがピロンとこう足先が伸びると言ってますよ。こういう感じとか、なんかこういう、こうなんていうの、なんですか、こういう感じです。しっかりと ここで足の横の部分です。ここでパス練習します。これでしっかりと抱え込んできて、横にしっかりと腰の抱え込んできて、しっかりとかかとですね。かかとの方が奥に。こうなんだ。でこれをしっかりと横蹴りで蹴れないと、この横蹴り蹴れてるうちに入らない。ここです。足でしっかり見ていきます。ちょっとやりにくい人はこうなんか掴みながらでもいいです。掴みながらでもいいですし、誰か持ってもらってもいいです。はい、こうです。この足を作ってください。掴まなくなって結構です。で最初は低いところで結構です。壁掴んでやってみてください。はい。